今日は試験の日です。カンニングはダメですからね。ルートってなんだっけ？やばー、見つかっちゃった。あなたたち携帯電話使わない。バックアップがあってよかった。完璧だ。失敗しないトリックだよ。目の錯覚に勝るものはない。イエーイ。何してるんですか？一生懸命やってます。その調子よ。わあ、成功した。さてと答えっと。これで成績が上がっちゃう。オリビアの隣に座ってるなんて信じられない。綺麗だな。って何見てんのかしら？絶対バレないはずだ。待って、あれを見て。オリビア、あのさ。何？ペンないの？ありがとう。これで注意を引くことができる。ちょっと準備すれば大丈夫。ここに入れ。準備オッケー。クールだろ。いや。何？あら、素敵じゃない。自分で作ったんだ。よかった、時間通りだ。早速ペンおっと。これなら大丈夫だろう。見てますよ。今すぐ食べちゃう。そうそう。残念でした。ルールを守って。食べ物の持ち込みは禁止。マジ？嘘だろ。まあいい。ほう。禁止。そうそう。いけません。ははん、超静かにするよ。聞こえてます。今日は大儲けだわ。もう十分だ。お菓子をどうやって食べるか考えないと。なんだあれ。鉛筆削り。これ鉛筆に似てんな。これはバレないだろう。削ればなおさら本物みたい。消しゴムをつけたら完璧なフィット感。甘い鉛筆。いや、それ何？午後のおやつ。鉛筆食べてんの？おいしいよ。はい。わあ、ありがとう。悪くないね。何してるの？とてもおいしいよ。本当に。取り締まらなきゃ。先生が来る。クールに振る舞おう。自分がうまいとでも思ってんの？どうなってるのかしら？鉛筆キャンディーってあるのかしら？試してみましょう。そんな大変なことしちゃった。あんな目に遭うなんてすげえ。あれはウケるね。本当に今すぐ歯医者に行かなくっちゃ。誰も遅刻に気づかなきゃいいけど。遅刻の匂いがする。危なかった。これに気づくと思う？まずチップスを取り除こう。かわいい髪でしょ。完璧な変装だよ。あとは好きなキャンディーを詰める。こういうのが大好きなんだ。蓋を忘れずにね。ここを押して。これでペンや鉛筆を収納できる。便利なお菓子入れができたよ。私も欲しい。どうぞ。ありがとう。おいしい。気に入った。なんか噛んでる？いや、気のせいかしら。次へ。いい感じに進んでるよ。私のもスケッチを続けて。あら、もうすぐ時間切れよ。作品を見せて。じゃじゃーん。下書きをね。あなたはどうなの、オリビア？花には見えるわね。これは F です。そしてあなたには A を。よくできました。信じられないよ。F? やった A ゲット。おいずるいぞ。グルーガン使えるかな。これで何かできると思う。いい考えが浮かんできた。グルーとグルースティックを使おう。ちょっと個性的にいくからね。もう不合格はごめんだ。これで取れた。次は本当の成績を書くだけ。やっぱ A はみんな好きだろ。よっしゃ。ちょっとどうやって A 取ったの？は？僕と同じこと考えてる？生徒会長万歳。やったー。バカバカしい。ありがとうありがとう。やだ違う。これが許される範囲だと？英語のテストで落第？え、そんな。さあそれをよこしなさい。仕方ないんだから。何も心配することないわよ。見て。あうそ。え、今日は23日、試験の日だぜベイビー。よしやるぞ。多分これ分かると思うんだけどどうかな。さあ考えるんだ。よし終わったよ。ちょうだい。うまくいかなかった気がする。先生どうぞ。優しめでお願いします。終わった。もうスマホいじってもいいよね。なあそうだよな。ちょっとしまいなさい。スマホ持ち込み禁止。猫の動画は後になりそう。これが君たちへの罰ゲームさ。それは何ですか？何あれ。おバカな君たちご覧あれ。これ鼻水が入ってる。気持ち悪い。これ感染するとかじゃないよね。一体どれくらい入ってるの？気分が悪くなりそう。これ風邪っ引きの鼻だよ。全然なくならない。早くこの人にティッシュあげて。汚いな。気持ち悪くなってきた。吐き気がする。その調子だぞ。いたずらっ子には鼻水ってね。あ、これ知ってる。では最初の章についてどう思いますか？書き出してください。ああ息臭くない。すぐにガム食べなくちゃ。気づくはずないさ。それガム？ねえちょっとちょうだい。待って。静かにね。わかった。わあありがとう。うまいでしょ。これ見て。おっとモリーガムを噛んでるの？やばい。それならいいセンスしてるわね。すげえ。わあ膨らませてみようか。ほらね。はいあもうこれ見てよ。うわ見て素晴らしいわ。ありがとうございます。そんなあなたたちには A をあげる。そんな照れるじゃん。このテストいい点取ってみせる。先生は見えてない。カンニング開始。電話でね。これでうまくいく。ああちょっと止まって。それはスマホ。しまいなさい。ごめんなさい。あもうそこじゃないよ。このスマホ刑務所行きさ。君は信用ならないからね。どうぞ。スマホの刑務所？ここに？入れるんだモリー。はーいさよなら。さて仕事に戻るよ。今時の子供と来たら信用ならん。できました。どうぞ。それで？ああそうだった。返してほしいんだね。わかりました。ああれ、それ私のですか？ひどい見た目ですね。いらないのかい？ほら。まあ必要ですけど。え、でもこれ。ははは、早く行きなさい。面白いんだから。もしもし？もしもし？ああ、もう。諦めるんだ。はは、これは僕のもの。なんとも賢いんだから。みんなおはよう。今日はテストですよ。勉強するの忘れてた。問題だし簡単だ。時間がない。うん、あら、かわいそうなジャスティン。全然準備してなかったよ。彼は助けが必要ね、うん、先生が助け舟出してあげる。はい、ジャスティン。え、これは何ですか？すぐにわかるわ。期待大だな。わあ、マントだ。中は心地いいね。頑張って。あなたもね、ジャスティン。さあ、どれどれ。ちょっとお手伝いしてもらおっと。中には何が入ってるかしら。ガムを噛めば頭が冴えるはず。いる？え、もちろん。いちご味だ。秘密だからね。とても噛み応えある。おい、何か噛んでる音が聞こえるぞ。あ、やばい。何も噛んでません。いや、そこの二人、口を開けるんだ。あ、そんな。バレちゃった。君たち二人、ガムの掃除、今すぐに。え、私ですか？どういう意味だろう。机の下だよ。何？うわ、これは気持ち悪い。全部？いや、それ以外にして無理。これ僕たちのじゃないですよ。先生が気にするとでも。さあ、削るんだ。はあ？どういう意味？頭を使いなさい。削るの。わかった？ああ、わかりました。ああ、これはひどい。すごいくっついてる。これどれくらい張り付いてたのよ。まだまだあるぞ。ほら、次は私の机だからな。そうだな。とても興味深いわ。はあ、すごい眠い。ちょっと目を休ませよっと。え、今の何？ああ、もうなんてこった。大丈夫です、心配いりません。そこどうしたの？鉛筆を落としちゃったのね。よくあるわよね。でも解決策はあるわ。そうだ。完璧な筆箱ができた。今行くわよ。これが役に立つと思うの。この筆箱見てよ。わあ、触ってもいい？もう疲れが吹き飛んだよ。私が勝つから。これすごいや。よし、行け。負けないぞ。はあ、ダメ。私ってばだから高給料なのよね。音楽で休憩いいね。これお気に入りの曲だわ。よし、集中。来い。ダメだ、わからない。これは違う。もう無理だ。待てよ。これで全部の答えがわかる。早く終わらせなくちゃ。さて、これを覚えて。ああ、そんな。スマホが。おっと、何か落とした。やばい、これはバレる。ジャスティン。はい、あ、やばい、どうしよう。ちょっと見ようと思っただけです。すみません。落第させないで。大丈夫よ、ジャスティン。はい、本当に。これを使ってみて。これでスマホが安定する。ああ、スタンドですか。試してみるのも悪くなさそうだ。ありがとうございます。さて、どこまで行ったっけ。数学それほど悪くないよね。子供たちは少し休憩が必要なだけ。私たち教師もね。このエピソード好きなのよね。みんな頑張って。くかわいいわ。髪がゴールドみたい。何するのよ。もっと勉強しなさい。今までで最悪のテストよ。彼女どうかしてるわ。人形の髪がめちゃくちゃよ。ちょっと待って、 F ですって。ママきっとすごく怒るわ。どうしよう。そうだ、きっとうまくいく。人形の足に糊をつけて F に押し付ける。慎重に持ち上げて成績を変えちゃおう。もう誰にもわからないわ。すべてあなたのおかげ。もう OK、 授業に集中。一度しか見せないわ。すごく厄介よ。いい？彼女本気なの？こっち見ないで。さあ今日は幾何学について学ぶわよ。は？全然わからないんだけど。っていうかさっきブライアンに会った？こら何してるの？ちょっとお話を。マナにうるさいんだから。バカみたいな三角形を描いて。きっと楽勝ね。あ、ちょっと大変かも。今回は定規を使って。おっと、私をからかってるの？すみません。二度としないで。超意地悪。もう一回やってみよう。いいわ、いい感じ。ありえない。一体どうしてこうなったの？今回は大丈夫。いい予感がする。これじゃない。アーニー、ふざけないで。これは見なかったことにして。次は必ず。ルナはどうしてるの？そうね。こことこっちと。いい感じ。満足だわ。うわ、目が。そうだ、こうしましょう。この中に使えるものがあるはずよ。これは便利そう。やってみましょう。プラスチックの両面にテープを貼って、こんな感じ。それから紙を剥がす。次にこれを折ってくっつくようにしっかり押すの。長いポケットみたい。キラキラを注いで。人生はいつも輝いてなくちゃ。紙にマークをつけてみたわ。これをプラスチックに貼る。すごい気に入ったわ。今までで最高の定規よ。これで三角形が描けるわ。がっかりさせないでよね。うわ、すごくクール。すごい、完璧に描けた。それいいな。大丈夫、あなたのも作ったの。本当？あなたって最高。知ってる。テストの採点をしなくちゃ。これは上出来。素晴らしい。 A プラスをあげる。次はあらまあ、冗談でしょ。ありえないわ。いい気分。何が起きたの？ D なんてありえない。これはダメよ。私が直してあげる。私ってクリエイティブ。全部書き終わった。ここからがお楽しみ。綺麗に見せなくっちゃ。マーカーペンを使うわ。わお、すごくいい。色を変えましょう。黄色の気分かな。ゆっくりそっと。台無しにしたくないもの。嘘、がっかりさせないでよ。ペンのバカ。一体どういうつもり？本当にごめんなさい。滑っちゃって。なんですって？こんなにひどいことに。それは大変ね。じゃあこうしましょう。少し手を加えてペン先を一部カットする。これでよし。わお、まさに美の極み。これでいいはず。さあ使ってみて。また黄色？わあ、信じられない。早速テストしてみましょう。すごい、なんて滑らかなの。驚いたわ。完璧な線が描けた。最高だわ。とってもハッピーよ。こっちを見て。白黒のクラスよ。いいわあ、耳掃除しないと。ルールなんて知らない。私はずる賢いの。誰も止められないわ。明るい色で何が悪いの？すごく綺麗。バカバカしいルールだわ。何がいけないっていうの？待ちなさい。明るい色の気配がする。ズームイン。やっぱりだわ。よくもそんな色、お仕置きしなくちゃ。それは大問題ね。はい。こんなの使って、ゴミ箱行きよ。待ちなさい。まだやることがあったわ。あった。えい！これを使うの。何をしてるの？痛い、しみる。あなたが悪いのよ。綿棒をちょうだい。明るい色にさよならして。消えちゃった。一体どうやったの？次はあなたを消すわよ。今日はテスト。勉強したわよね。なんですって？すっかり忘れてた。あー、大変。私のペンは？どうしてこんなことに？兄、ペンがいるの。ごめんね。これしかないの。嘘、どうすればいいの？テストに落ちちゃう。何の騒ぎ？ペンがなくて。ああ、大丈夫よ。予備があるはず。ちょっと待ってね。確かここに。ほら、どうぞ。嘘でしょ？やってみるけど、すごく書きづらい。全然ダメだわ。どんどん曲がってく。そしたら、落ち込まないで。銀行のカードに毛糸を巻いて何層も重ねる。余分なところをカットして、カードから毛糸を滑らせる。ほどけないようにね。糸を中から通して、しっかり結ぶ。毛糸のボールを作りたいの。こんな風にね。周りをカットして、櫛で溶いてふわふわにする。すごく楽しいわ。新しいヘアスタイルみたい。これは一旦横に置いて、棒をシートで包む。筒にしたいの。先の部分に接着剤をつけて。これでよし。ふわふわのポンポンはどこ？あったわ。ここにバービーをつけて、いい感じ。でも、きらめきがなくちゃ。次にビーズも。筒の反対側に入れて、もっとたくさんインクの芯を入れて、接着剤で閉じる。落ちてこないようにね。最後にもう一つ、バービーのシールを貼れば、できたわ。ピンクのバービーペン。これは何？わお、一体どうしたの？最高の日だわ。本当にありがとう。これでテストができる。最高の先生ね。あなたのためだもの。そろそろ始めましょう。テストの時間よ。今回は特に難しいわよ。早く終わらせよう。私は採点しなくちゃ。すぐ終わるはず。全員 F よ。答えなんて見ないわ。待って、何も書けない。もう、インクがないじゃない。イライラする。そうだわ。とっても順調。あのオタクのペン。これ知ってる？わかった。私のペンはどこ？これのことかしら？やめて、泥棒！なんですって？どうやって書けばいいの？知らないわよ。私のペンを取った。なんて意地悪なの？ギャーギャー泣かないで。先に採点してあげるわ。ほら、できた。嘘でしょ？なんですって？何を怒ってるの？コメントで教えてちょうだい。もう、わかったわ。今度は何？ B プラス？これならいいわ。さ、出てって。わかりました。もううんざり。子供なんて大嫌い。テストの準備はいい？始めなさい。カンニングはなし。やらなくちゃ。これを使って。どこに行ったの？待って。一体どういうこと？わあ、とってもクールね。彼女はどこ？私に言われても。疲れてるのかしら。喋らないで進めて。私が悪いの？こんなのひどいわ。やっぱりうまくいった。あら、面白そう。何を見てるの？わからないの？スクールパーティーを6時半からですって。今は何時？もう20分後じゃない。やだ、準備しなくちゃ。時間は無駄にできないわ。鏡をチェック。やだ、大きいニキビ。消さなくちゃ。やり方はわかってる。これが助けてくれるな。さよならニキビ。ニキビにこれを押し当ててすぐに綺麗にしてくれるわ。少し待つだけ。ああ、どうしよう。え、それは何？ニキビ消しよ。すごい、私もやりたい。それはダメ。ひどい、そんなのいらないわ。でも待って、いいこと思いついた。これを使って試す価値はある。鉛筆でニキビをつないで、定規でまっすぐ綺麗な線を引く。ニキビに色をつけて、とってもいい感じ。最後の仕上げを加えて、最高だわ。パーティーの準備完了。さあ行くわよ。すごくワクワクする。このテスト本当難しい。そういうこと？魂胆は分かってますよ。気づかれてる。全然記憶にないです。ありきたりな言い訳。うわ、怒ってるよ。規則は分かってるわよね。早くしないと。新しいマニキュアが役に立った。これなら気づかれないはず。こんにちは。知らないふりは聞かないわよ、お嬢ちゃん。何を見てるんですか？ただの筆箱です。そうかしら？ペンはたくさんないとと思って。監視してますよ。こちらは何してるのかしら？ずっとそこにいました。ところで、素晴らしいテストですね。難しいです。あら、それはありがとう。よかった。予想外だったけど。なぜみんなナオミみたいになれないのかしら？彼女はとてもいい生徒ね。見つかると思ってた。どうでもいいよ。やっと家着いた。疲れた。ちょっと待って、宿題だって？嘘でしょ。もうさっさと終わらせちゃおう。時間かからないといいんだけど、他にもやることあるからね。最悪。つまんない。目を開けてられないよ。痛い。頭打った。あれ、何が起きたの？こんな宿題全部あんたのせいよ。宿題なんかやめて楽しんでやるわ。ゲームの時間ね。やったー。この方が楽しい。いけいけいけ、集中して。ここは難関だよ。おっと、危なかった。やってやる。勝つぞ。待った、今の何？空耳でしょ。いい感じだ。もうどんどんいくよ。危ない。やった。白熱してるね。やあ、ベティ、何してるんだ？いた。私の繊細な頭をなんてことするんだ。ごめん、でもキーボードが壊れちゃったんだもん。壊れた？ちょっと待って、宿題があるのか？でももう打てないし。直し方なら知ってる。任せろ。まず模型型粘土を準備して、茶色の粘土から始めよう。ガラス板で押しつぶすんだ。違う色でも同じようにする。完璧だ。必要なものが揃った。いよいよ組み立てだ。これを一番下に置いて、それから残りを積み重ねる。そうしたらキーボードの代わりに置く。お父さん？なんだ？宿題続けて。さあ。これはまたキャッチーな曲だな。お願いだから歌わないで。集中できない。もう。まさか嘘でしょ。ケビンって本当素敵。何をしてるの？彼最高じゃない。一日中見てても飽きないよ。わ、これ見て。やばい、授業が始まる。おはよう、テストの時間よ。先生、どうしたのベッティ？ナオミが携帯で男の子を見てます。ナオミ、携帯を置きなさい。はい、授業に集中。でもケビンですよ。そんなのひどいわ。このオタクが。いい子でしょ。大丈夫です先生、私が監視してるんで。いつも頼りにしてるわベッティ。さて、どこまで話しましたっけ？信じらんない、オタク娘。一瞬だけ見たい。無理なこと考えない方がいいよ。でも今頃彼鍛えてるところだろうし、見たくてしょうがない。ケビンを見なくちゃなのに我慢できないよ。やめておきなさい。ちょっと覗くだけ。待って、いいこと思いついた。これならいける。さっと自撮りするよ。携帯を置いたら自撮りした写真を印刷する。それを切り取って携帯に貼り付けるよ。いい感じ。見てごらんベティ。それもダメだよ。先生、緊急事態です。今度は何が問題なのかしら。見てください。わからないですか。携帯ですよ。ほらすぐそこを見てください。時間の無駄は許しませんよベティ。でも今回はあなたの勝ちよナオミ。でもまだ終わってないからね。静かにケビンが踊ってるから見てもいい？ダメ。そして x=5 と。うわ、もうお昼？食べよう。そうしよう。この時間を楽しみにしてたんだ。このチョコレートエッグ大好きなんだよね。美味しいし食べた後も驚きがあるからね。わあ、おやつ忘れちゃった。でも大丈夫、こうすればいいの。よっと。美味しい。これで充電完了。あれ、私のチョコはここに置いたのに。どうしたの？嘘でしょ。まさか卵泥棒。こういう子だった。いつも盗んで食べちゃう。ちょっと待って、いい考えがある。すぐに戻るから。どうぞ、チョコレート忘れないでね。まず卵を準備して、ストローと接着剤もね。殻に接着剤を塗って、こんな感じに。それからストローをつける。さて、固まるのを待とう。まだやることがあるよ。溶かしたチョコレートに卵を浸すの。美味しそう。それからホイルで包む。本物みたいだね。端を折り返して、ナオミに疑われないようにね。準備できた。あげたいものがあるの。これとっても好きみたいだから。ありがとう。これいくらでも食べられちゃう。どうぞ。気持ち悪い。やった、これでわかったでしょ。生卵だ。やばい。なんてことするの。次からは自分でお菓子持ってくることね。ひどい。なんとでも言って。芸術とは人間の魂の叫びなのです。何を言ってるんだろう。すみません、遅れました。相変わらず遅いわねナオミ。とにかく今日は面白いことをしましょう。母なる自然について考えるわよ。小さな可愛い動物リスを描いてください。愛らしいふわふわの尻尾も忘れないで。よし、それならできそう。そんなに難しくないはず。その息よベッティ。おっと、電話だわ。もしもし。あ、ヤッホー。作業進めてね。順調だわ。可愛い絵を描くのが大好きなの。まあやってて。私はもっと大事なことがあるから。お化粧とかね。だからいつも落第するんだよ。私はアーティストだよ。私自身が傑作だもん。なんて謙虚さ。私はリスを仕上げるからね。この口紅いい感じ。あ、先生が戻ってきた。彼が私をデートに誘いたいって。嘘。みんなあと5分よ。トイレに行きたいんですが。漏れそうで。行ってきなさいベッティ。やっぱりソーダ3本は飲むんじゃなかった。私も急がないと。リスを描くには思ったより難しいな。こうしたらきっと。ひどい。どうしよう。ちょっと待って、ベティの絵があるじゃない。すごい、なかなかの出来だ。絵の才能があるんだね。まずは絵の上にラップを敷くよ。しっかり貼ってシワのないようにね。これでリスの上をなぞれる。ラップに直接描いていくよ。ただ線に沿っていけばいいの。とっても簡単。なんで今まで思いつかなかったんだろう。次は足だ。そして目。もうすぐ完成。できた。すごい。ラップを取ってそれを裏返して紙の上に置いたら、インクを紙に移すよ。綿棒で押していけばできちゃう。これでラップを外したらリスが紙に転写した。先生どうですか。ちょっと見せて。じゃじゃーん。気に入ってもらえました。危なかった。何が起きてるの。嘘、ありえない。素晴らしいわナオミ。褒めすぎですよ。でも私が描いた絵にそっくりなんですけど、理解できません。どういうこと。ベティ、ナオミの真似をした。違います。逆ですよ。なんとも不思議なことが起こるものね。本当に怒ってるんだから。それじゃあこの式は競争で解いてもらうわ。勝つのは私よ。どうかな。スリーゴー。なーにガリガリ溶いちゃって。あれ、競争はまあいいや。それなら勝つのは私。この子爪のお手入れしてる。バカじゃないの。そろそろ真面目に。コーヒーどっから持ってきたんだ。しかもチョコレート。お昼はさっき食べたけど。私はこのままサラサラっと。できました。は？なんで？どういうこと？まだ式解けてないのに。努力が勝つとは限らない。賢くないと。最初の数を上に書いて、次の数を縦に書く。3×7 は21。それを三角の中に書き入れる。お次は 7×1。 これは簡単。7。これを真ん中に。最後は 4×7。 28が答えだから最後の箱に。最初の桁は2。次は三角を足す。答えは1。お次の箱 7+2 は9。ここに書いて最後は8。答えは2198。楽勝。何を書いてるんだい。何かが足りないな。私の作品に何するの。魚なんていらないのに。ダメだ、必要だ。もうやめて。やったな、仕返しだ。信じられない。それピンク。緑だ、グリンチにしてやる。本当に最悪。もうさせない。2人とも何してるのか。こうなったらチャレンジしなさい。はい、入って。やだ、今すぐ逃げなきゃ。ああ、入っちゃった。なっちゃった。消さなきゃ。先生だ。何でもないですよと。待ちなさい。そんなにお絵かきが好きならこの式を答えてくれる。わかるかな。助けて。私知らないわよ。やっぱりね、見せてあげるわよ。指を使うの。この書いた指をね。6、7、8、9、10。7はどこ？ここね。そして8はここ。それ以下の数字にも色をつけたら、指は合計5本。つまりここは5。さて何本の指が残ってるかしら。3本と2本ね。この2つをかけたら6だから56が答え。わお、指ってすごいのね。夫婦、まあ教師ですので、さあ座って。全然計算合わない。ああすればいいかな。いや、それもダメだ。今日は最悪だよ。落ち着いて、もう一度計算。いや、ダメ。もう無理。私頭悪すぎる。おいおい、紙の無駄遣い。彼はなんでこれが解けるの。手伝ってもらおうかな。俺が？なんだよ、頭悪すぎ。いや、ないわ。意地悪されるに決まってる。なんか暑くなってきたし、暑くない？どうかした？いや、なんでも。もうテスト終わりかけ。もういい、手伝ってもらおう。手伝い？もちろんだともさ。ほら、やり方教えるよ。1の位を四角で囲んで掛け算する。10の位でも同じように。そしたら10の位同士を足してそれを真ん中に。これで答えが出た。ほらね。ありがとう。あなた頭も性格もいいのね。これでテストが解ける。このマーカー使おうっと。よーし、字を書くわよ。あー、ケビンの髪型かっこいい。てか彼イケてるよね。かわいいし毎日見てられる。わあ、妄想してた。やっぱケビンの名前とハートめっちゃ書いてた。まあでも消せばいいか。落ちないんだけど、消えないんだけど。使うマーカー間違えた。あ、水があれば水を口に含んでいくぞー。これでゴシゴシやってやる。消えろ消えろ消えろー。ダメだ、うまくいかない。どうすればいいの。みんなに見られたら生きていけない。あら、何かしら。落ちないんです。大丈夫よ。この時のためのライフハック。使うのはホワイトボード用マーカー。油性マーカーの上から塗りつぶして全部の線をしっかりとね。さあ見てるかしら。そしたら消すわよ。ほら、一緒に落ちる。磨く必要もないわ。ほら、もうケビンって書いてないでしょ。うわー、よかった。あ、どうしよう、ケビンが来たわ。うー、危なかった。大丈夫、お口チャックしてるわ。届かない。背が低いんだもん。しょうがないじゃん。ペンケースが背が小さいって最悪。何にも届かない。静かにしてくれる？よし。あ、いた。エイシー。ハロー、元気？わお、背が高いね。やっと。大好きなんだ。キスしてもいい？もうちょっと急いでくれない？ほら、ここなんだけど。メガホンを使おう。もうちょっと下に下がって。ウクレレで歌ったら気づいてもらえるかな。全然ダメだ。あ、そうだ、色鉛筆がある。よし。あはビーチサンダルも使うの。ストラップを外したらホットグルーを少しつけて色鉛筆をのせるだけ。何本もね。下は埋まったから上にも一つつけて、あとは紐でループを作ったら完成。じゃじゃーん、厚底サンダル。早速履いてみよう。これでキスできる。え、嘘でしょ。まだやってるねえ、起きて。もういいや、まったく。うん、何、起きてるよ。あ、キスだね。いくよ。はあ、しょうがないな。ほら、こっちおいで。よし、始める準備はいい？歯磨きを炭酸にぶちゅーよ。何が起こるかしら。うわー、信じらんない。角度が大事ね。また、何これ。なんでネイルが割れてんの。こりゃひどい。うへー。よし、落ち着け私。こんな時のために爪やすり。あれ、なんだろう。規則です。化粧道具は禁止です。うわー、あんな怒られ方無理。今は我慢しよう。いや、そうだ、いいこと思いついた。ねえ、絶対うまくいく。爪やすりの上に定規を置いてヤスリにセンチの目盛りを書いて、最後までずっとね。よし、書けた。あとは数字じゃないと定規に見えないもんね。丁寧に書かないと。やった、うまくいったわ。これで爪のお手入れ。しかもこれ定規になるのよ。爪も宿題もきれいさっぱり。うわー、理科って面白いな。あ、メッセージ。うわー、ジーナの誕生日忘れてた。何か使えるものがあるはず。まずは箱、あとはプレゼントを。うわー、このリボン使えるな。こりゃあザになるぞ。さあクリエイティブに。うまくいってる。いい感じだ。でも中に何を入れれば？人形か？わあ、またお人形さん欲しかった。ダメだ。お花？いい考え。素敵ね。この鉢どこから来たの？うわあ、刺された。そりゃ危ない。これいけるかな？何の冗談よこれ。考えろ。ああ、そうだ、日記帳だ。普通のノートの裏表紙を外して縁にグルーをつける。ページの下側に沿って次にピンクのリボンを用意。これをグルーにつけて何本も何本も面になるように。次は緑のリボン、横に沿ってずらりとくっつけて隙間ができないように、重ならないように。表紙を閉じたらリボンを上に返す。そこに緑のリボンを編み込んでいく。それぞれのリボンで繰り返して格子模様を作る。再びノートを開いたら今度は上にグルーを塗って折り返したリボンを接着しよう。しっかりくっつけたらまたリボンの上に沿ってグルーを塗る。閉じるのは3つの辺だけ。ここは厚紙で隠しちゃおう。しっかりくっついたのを確認したら手作り日記帳の出来上がり。ジーナ気に入ってくれるといいな。パーティーの準備ができたぞ。ね、プレゼントだよ。わあ、わあ、紙だ。ありがとう。いやいや、そっちじゃなくてさ。そうだ、ありがとうマット。最高、やったね。プリントがごちゃ混ぜ。困ったな。うわあ、あぎゃあ、痛い、たもっとぐちゃぐちゃだ。もう怒った。なんとかしてやるわ。来なさい、ホッチキス。あれ、なんで針がないの？じゃあダメじゃん。待って、そうだわ、いいこと考えた。全部のプリントを整頓してカッターナイフを使うの。ここ2箇所に切り込みを入れて切り込みから折り曲げて角を差し込む。ほら、ホッチキスなしで止められたわ。ほら、これで全部の整理整頓が完了。もう外れないしね。じゃ、授業行こうっと。もう最悪、この項目大嫌い。公式なんて全然わからないし、ギブアップ、理解できない。わあ、何？ぬいぐるみだよ、一緒に遊ぼう。ごめんね、時間ないよ、宿題しないと。早く寝たい、疲れちゃった。とにかく終わらせなきゃ。何？ここはどこ？なんてこと。勉強中に寝ちゃった、どうしよう。あ、この風船いいでしょ。一緒に遊ばない？紐をつけたから飛んでいかないよ。これ使えるかも。風船とマーカーを使うの。式を書いたら空気を抜く。 OK、 小さくなった。テープをこの上に貼って風船をしっかり押さえながらテープを剥がす。あとは爪に貼るだけ。ちょうどいい、完璧。よし、テストを受ける時間だ。誰も気づくはずがない。私って天才だな。うん、カンニングシートはないかな。もっと近くで見てみよう。懐中電灯を使ってね。こっち向いて口を大きく開けて。よし、大丈夫ね。お利口、お利口。ふぅ、危なかった。私が一番。次も楽しみ。ちょっと地味じゃない？チャレンジじゃないじゃん。今度は何を使おうかな。大きすぎる。違うな。これが完璧。かぼちゃはそんなに難しくないはず。オレンジ色の丸だからね。今度こそ勝たなきゃ。うん、使える。まずはこうやって線を描いて、次は柿。色も塗り忘れないでね。いろんな色合いを使うといいかも。完成。どう？あれ？起きて。おーい、起きてよ。絵はできたの？寝ちゃった。何が起こったの？そうだった、パンプキン。時間切れか。これだけしか描けなかった。ほっぺについてるよ。嘘、本当だ。絵の具ね。似合う。やった。景品は何？かぼちゃのジュース、おいしくない？何かうずうずする。どうしてだろう。頭がかぼちゃになっちゃった。来年のハロウィンはそれで決定ね。このゲーム嫌い。もう顔が元に戻ったみたい。はあ、びっくりした。これはもう飲まない。そっちに置いておいて。この授業最悪。超退屈。早く帰りたい。それじゃあこの問題わかる人。私。いいなあ、当たるなんて。頑張って。いや、これ暗算でできないんだけど。ねえ、ちょっと助けてよ。しょうがない。狙いを定めて投げないとね。筆入れに投げて。あら、何かしら。一体誰の仕業なの？まあ、拾わないと。よし、ヒット。今行くわよ。よし、入れ替われ。先生まだ拾ってる。よし、見た目を変えないとね。あと髪飾りも。これでよし。あとは態度をでかくして。ふう、最後の一本。ほら、さっさと解きなさい。はーい、わかりました。10の位が2なので横の線を2本、1の位は1だから1本、次は縦に3本の線、それから1の位が2だから2本の線、最後は曲線を書くの。こうしたら次は点。交差してる場所の点の数を数えるよ。ここは6つ。真ん中は7つ。最後は2つ。あとはそれを並べるだけ。答えは672。できた。簡単でしょ？どれどれ？あなたこれ解いたの？素晴らしい。ブラボー。よろしい、正解。それいけいけ。これが俺の勉強だ。マット、やっぱりね。なんだ、寒気が。授業はどうしたの？気が散ってすぐ切ります。これで、今どうやって？すごいでしょ？じゃ続きやろっと。あれ、どうなった？勉強しなさい。これは没収。ちゅー、確かにこれ面白いかも。これかわいい。マット気に入るかな？あれ、歪んだ。直さなきゃ。って消しゴムがない。まあでも一つくらいあるでしょ。一つもないとかある？待てよ。ねえジーナ、消しゴム貸してくれないかい？いいよ。はいどうぞ。おっと、あ、その、ありがとう、助かる。借りるよ。マットが持ってた。会いに行こう。驚くぞ。こんな遠くに住んでるの？シャワーの手間は省ける。上着持ってきてない。会うのが待ち遠しい。ってあれ？今日は可愛いね。信じらんない。しかも私の消しゴム。最悪。マットのバカ、ひどすぎる。二度と消しゴム貸さない。どうすればいいの？ジーナ、あれ、いつからいたの？鉛筆削り。何が？そうか、わかった。ありがとう。もっと早く思いついてればよかった。鉛筆削りをひっくり返して、下をグルーでいっぱいにする。上までたっぷりと。乾くのを待って。これでよし。グルーが消しゴム代わりに。うまくいった。それじゃ絵の続き。あれ、手伝っといたよ。これもあげる。わあ、かわいい。ごめんね。これがこう。さあみんな、この新しいフェイスパウダーよくない？一日持つの。一緒に自撮り撮ろう。全然聞いてない。こーら、エシー、セリル、2人とも離れて座りなさい。やだ、行かないで。セリル、バイバイ。近いのに遠い。そうよ、ここは教室だからね。ね、何、どうしたの？スマホで話さない。そうしよう。私のスマホは。そこまでバカにしてるの？スマホは禁止。あなたも2人とも没収。授業が終わるまで預かるからね。2人とも集中して。これはどうかな？小さく丸くして。セリル、はい。ああ、遠くに落ちちゃった。見られたかな？大丈夫、本を読んでるみたい。危なかった。違う方法を試してみよう。このプラスチックのコップをひっくり返して、そこを切ったら風船を使うの。風船の端っこを切ったらコップにかぶせて。よし、手作りメッセンジャーの出来上がり。手紙を入れたら風船を引っ張って発射。わお、私に。開けてみよう。元気だって。嬉しい。やった、大成功。あ、帰ってきた。どれどれ。校長室に行きなさい。私だって作れるわ。ああ、もう月曜日だなんて信じられない。そうだね、ここ、とっても寒い。ああ、そうかもね。今日はテストとかないといいけど。そうだね、どっちにしても勉強してないし。よし、授業始めるぞ。早速テストだ。そうでしょうね。そっちは？これのこと？どうやったか知りたい？まずネイルをする。全部くっついたら同じ大きさの紙を貼る。簡単でしょ？答えは全部書いてある。いいね。そっちは？すぐそこにあるよ。え？僕のジュースさ。じゃーん、ほらね。賢いだろう。作り方も簡単。逆さまにしたら答えを書いていく。書いたら元に戻して。すごいんだけど。当たり前さ。準備はいいかい？ええ、もちろん。生まれる前から整ってるよ。すごいこと言うね。逆さにする時だな。よし、今が良さそうね。やっほー、答えちゃん。ちょっと待って、時間切れ。みんなよーくやった。結果は？私はやった。やったね。イエーイ。あ、YouTuber になれるかしら。あら、誰か来た。今行くわ。やっといなくなった。楽しまなきゃ。面白くなるわよ。絵のスキルを磨いてきたの。わあ、とってもリアル。自分の才能に驚くわ。さあ、いつものトリックを。横に本物の卵を置いて。あら、ルナ、卵を食べない？ええ、もちろん。じゃ、いただきます。待って、これは絵をやられたわね。こっちが本物。私がもらうわ。ああ、おいしい。そんなのひどい。いい配達屋だったわ。ちょっと待って、卵はどこ？卵泥棒め。やばい、バレちゃった。これで確かめなくちゃ。おばあちゃん、ダメ。どういうこと？おばあちゃんって魔女？絵が好きなのよね。さあ、アートチャレンジよ。冗談でしょ。あ、おばあちゃんがおかしくなった。待っててね。早くしてくれる？これでしゃべれる。最初のチャレンジはかわいいクマを描いて。ほんと？すごい。つまらないわね。簡単だわ。ほら見て、可愛らしいテディベア。でもこれじゃダメね。この子はゴミ箱行き。じゃあもう一度。悪くないわ。いや、あんまり可愛くない。こんなの出しちゃダメ。怖がらせちゃう。どうしたらいいの？思ったより難しいわ。待って、わかった。魔法のボタンを使ってうまくいくかな。ねえ、お願いです。わあ、すごい。不思議な鉛筆。とっても素敵。色がこんなに。いくわよ。小さな螺旋を描いて。こんな感じ。カラフルになるわ。かなりいい調子。腕ができた。次は体も。見せるのが楽しみだわ。きっと驚くはずよ。ちゃんと完璧でなくちゃ。ふわふわで柔らかそうでしょ。次は顔。大きな笑顔もつけて。ハッピーベアができた。ハートを持たせてあげる。これ以上ない出来栄えね。ハートを赤く塗って心が満たされていくわ。こんなクマがいたらな。おばあちゃん、完成。なんなの？兄、やめて。集中してるの。手を動かさなきゃ。絵を描くんじゃなかったの？何してるのよ。構わないで。シークレットよ。これぞ欲しかったもの。タゲを始めなきゃ。糊を使って紙に貼り付ける。もう一つ丸を足してクマの目になるのよ。もう一ついるわね。ここに置いて。かなり順調。これが口よ。糊をつけて歯も乗せていく。とっても鋭い歯楽しいわ。ただのクマじゃないの。ピンクの角付きよ。わあ、すごいわ。まさに傑作。ピカソもびっくりね。待って、何か足りない。額に入れなきゃ。ギャラリーみたいに飾って。できた。あら、それがかな？うん。ああ、終わったのね。どれどれ？あら全然違うわ。うん、どっちも勝ち。上出来よ。冗談でしょ。嬉しいわ。ここに少し影を。こっちにも。うん、私たち放置されてる。どうかしら。うん、これでいいわね。次のチャレンジは華やかなドレス。髪はどこ？なんですって？ああ、そうね。ちょっと待ってて。はい、どうぞ。嘘、まさか。どうやったの？たったこれだけ？たくさんアイデアがあるわ。でもまずはソーダを飲んで。やばい、飲みすぎた。トイレに行かなきゃ。緊急なの。ああ、まあいいわよ。急いでね。ありがとう。どこに行くの？どうでもいい。私はどうしよう。ちょっと待って、カバンに何かあるかも。おっと、掃除しなくちゃ。これは虫？なんて可愛いの。こちょこちょ、ペットになって。ああ、間に合った。うっ、気持ち悪い。ちょっと、彼はフランクよ。見た目に敏感なの。本当に無理。意地悪はやめて。それトイレットペーパー？配信ファッションか何か？なんて恥ずかしいの。笑わないで。よくあることじゃない。でもアイディアが浮かんだわ。これを使えばうまくいくかも。試してみましょう。まずペーパーを折ってこんな感じ。次はスティックのり。モデルのウエストに塗ってトイレットペーパーを貼る。プリーツをつければ全体に折り返して。とっても素敵よ。もっとよくできるわ。ペーパーを丸く切って、今はまだシンプルだけどここから変身させるの。必要なのは鉛筆だけ。頭の部分をのせる。真ん中じゃなきゃダメよ。これをねじってく。スティックのりをつけたらドレスに貼り付けていく。まるでバラみたい。髪にも一つつけて、すごくファッショナブル。ランウェイに上がれるレベルね。キラキラも足しましょう。宝石は多いほどいいわ。わお、すごくスタイリッシュ。おばあちゃんに見せなきゃ。気に入ってくれるかしら。あら、素敵じゃない。私はどうしよう。あ、そうだわ。フランクを使うの。大丈夫、虫のおもちゃよ。彼をここに置いて仲間を一人。風変わりなドレスになるわね。おしゃれなのは変わらないけど。わあ、最高だわ。これぞ自然の力。私が着たいくらい。ねえおばあちゃん、これを見て。何これ。ドレスはこっちよ。わあ、二人とも才能あるわ。兄のそれは牛なの？ルナの方はあらしくね。美しいわ。ルナの勝ち。やったー。本当に？ここ熱くない？ちょっと見て。ああ、もういいな。いらね。ねえ、こっち来る。ああ。え？あ、一セント。いらねえ。え、なに？どうしたの？マジ？お金じゃん。超リッチ。うそ。どっか行こう。もっと安全なとこに置かないと。次は歯を磨く時間。今日はいい日になりそう。この普通のバッグを素敵に高級に仕上げようぜ。接着剤で処理できないことはない。かわいい色だろ。しかもレザーだ。次はハンドル。いいね。完璧にフィットするはずだ。すぐにカチッとはまる。じゃーん。ゴージャスだろう。俺用のオーダーメイド。ああ、幸せな月曜日。すごい、あのバッグを見て。そして私の。うわあ、ごめん。それって紙袋。そりゃ破れるよな。ごめんね、こんなの見せちゃって。座らないと。おはよう。現金を数える時間だ。800もあれば十分だろう。いい気分だったのに。てか全部何に入れればいいのよ。いいバッグだね。意地悪。今の聞いた？成金がからかってきてんの。成金？聞かないで。ただ嫉妬してるだけだよ。大好きだよ。待って、これを見て。運を好転させる時が来た。ゾウさんごめんなさい。アップグレードするから縫い目に沿って切り続ける。それから詰め物を取る。ファスナーと一緒に縫い合わせて紐を頭の後ろに通す。それから結び目を作るの。ストラップの出来上がり。もうおかしくないもん。おお、新しいバッグなの。いっぱい入るんだから。おお、ありがとうミスターエレファント。欲しいって言っても悪いね、一点物だから。私だけのバッグ。あ、そうか。売ってくれる？いや、なんてこった。でもやっぱりオッケー、取引成立。やった、儲かった。ここに入っててね。すごいフィット感。取引成功ですな。よし、新しい一日。さ、どんな本が必要だろう。え、ロッカーまでピカピカだ。$100札？金塊も？マジで？金の時計は手放せない。時は金なりってね、ベイビー。お、余分なお金。いいじゃんいいじゃん。羨ましい。私のロッカーは貴重品ゼロ。ただ疑わしいシミがある。これいつのやつよ。あ、こんなところに。幸運を頼むよ。え、なんでここにあるの？お、ねえちょっと。またクモの巣来たな。でもなんで？あった。靴下穴開いてる。これはなんだ。変なの。安いものが嫌いだ。ストレスしかない。これ私の。お、ネズミかなんか。やれやれ。とにかく、あ、いいね。うわ、なんだ。トイレットペーパーがあると思ってたの。やったね。ああ、すごいね。あんたも使うでしょ。そうだね。ふわふわ。あ、ノート。なくてもいいか。授業に行かなきゃね。貧乏人って大変なんだな。俺の舌長。フィルター不要のメイクよ。電話を置いて始めよう。一番のルールを忘れないように。分かってます。ならいいが、このクラスは嫌いだ。どうすればいいかは分かってるの。まずは顔から。どんどんいくよ。こっち側を使うわね。私の携帯電話だって分かる？おい、携帯。先生先生先生、ジュリーがルール破ってますね。問題ないぞ。告げ口しないでよマイルズ。私の勝ちよ。不公平だよ。僕だってフル回転だ。鉛筆とホットグルーがあればいい。ケースの片方の縁に沿ってグルーの線を入れる。その上に鉛筆を置く。じゃ、いっぱい乗せてくよ。素晴らしい。じゃ、マジックの時間だ。ショータイム。この TikTok いいじゃん。ここに置いてっと。大丈夫かマイルズ。あ、はい、勉強してます。よろしい。インスタグラムをチェックする時間だ。僕って天才じゃん。は？嫉妬してる？もう少しだ。ランチタイム。なんでそんなに激しいのよ。ランチタイム命だから。これを見て。気持ち悪いけど食べたいと思ってたんだ。ああ、これを作ってからずっと食べるのを待ってたんだ。破れてないパン1枚、調味料もたくさんあるしね。今日は赤いのを使おう。隣の家のゴミ箱から見つけたんだ。僕は酸っぱいキャンディーゼリーは絶対捨てない。美味しくなるぞ。そうそう、待ちに待った瞬間がついにやってきた。すごーい、食事の時間だ。うえー、はあ、自分に乾杯。想像してた通りの味だよ。それ良かったわね。私は高級なのがあるの。黄金の傑作に挨拶して。すごいでしょ。すごい。さあおいで。大量の金のチーズも。金のチーズか。そんなものどこで買うんだ。何を。行儀悪。とにかく召し上がれ。え、やだ、金溶けてないじゃん。見て、何それ、ジュリの歯。歯医者に電話しなきゃ。よし、授業だ、始めようか。芸術クラスにようこそ。うわ、クールじゃん。いいじゃない。そうそう、電話の時間だ。もしもし、皆さん、聞こえてる？こら、なんで携帯をいじってるんだ。もういい。え、そんなにスマホが好きなのか。スマホケースを作る授業だ。わかったか、始めなさい。悪くないね、スマホケース。俺はこれをくっつけるよ。かわいいだろ、小さな肉球。実はいい考えがあるんだ。まず接着剤を敷こう。そしてこの肉球を貼り付ける。全部くっつけちゃおう。お気に入りはここに。完成。楽しんでる？気に入ったみたいだ。悪くないね。でも私のに取り掛かんなきゃ。あ、金が残ってる。どこでそれを？見ててね。さあ、キラキラするわよ。ダイヤモンドが必要ね。キラキラしてる。つけれるだけつけるわよ。ミッション達成。素敵な仕上がりでしょ。あ、明るい。終わりましたか。いいじゃないか。とても創造的だよ、マイルズ。ジュリー、おお、光ってるでしょ。そうだな、そっち向けて。サングラスを買う余裕があればいいんだけど。この授業退屈だな。居眠りしちゃいそう。ティナが居眠りしてるね。えレクシー、何これでティナにいたずらしない？もしかしてあれをやるの？いいね、やってみよう。し、起こさないように。これでよし。準備はいい？これを使おう。ここでいいわね。ノートに載せて。カチューシャある？よし、できた。すっごいことになりそう。待ちきれない。うわ、来るよ来るよ。ほら、びしょびしょだわ。めっちゃ笑える。あなたたちの仕業ひどすぎる。最低の成績じゃない。名前まで間違えてる。はい、 F。 どうやったらこんなに間違えられるの？次は誰？もう信じられない。あ、これはまあまあ。あら、やっと絵が出た。よろしい。はあ、全然終わらない。まだたくさんあるわ。ちょっと休憩しよう。簡単な方法はないかしら。待って、いいこと思いついた。この指輪を使おう。表面にグルーを塗ってから発泡スチロールを貼ってグルーガンで F を描くの。丁寧にやらなきゃね。不器用だと思われたくないし。これでよし。もう一つには A を描いてと。これでスピードアップできる。指輪をはめたら採点再開。指輪でスタンプしよう。見て、うまくいったわ。さすが。これなら楽勝。ストレス解消にもぴったり。よし、次。あら、もう終わってる。この指輪殿堂入りよ。やっとリラックスできる。やっと行ったぞ。早く急いで。あ、何これ、変わった指輪だな。リアム、見ろよ。何？指輪だよ。いいじゃん。もう一つあるぞ。俺の指にぴったりだ。ほら見てて。うわ、すげえ。待てよ、動かないで。うわ、何するんだよ。おい、やめろよ。やり返してやる。かかってこいよ。ちょっとやめなさい。それで終わりか。やめなさい。一体何やってるの。そいつが始めたんですよ。アホみたい。お前もだよ。笑ってる場合じゃないでしょ。指輪を返しなさい。ほら外して。帰りなさい。笑っちゃうとこだったわ。あと 2,3 枚入れば終わるわ。やっぱりユニコーンが一番好き。わあ、とっても可愛い。学校に行かないと遅刻しちゃう。早く見せびらかしたいな。みんな羨ましがるわよ。ここに置いてっと。何それ。私の真似して。何言ってるの。待てよ。もうこんなとこにいられない。いなくなった。めっちゃ恥ずかしい。まるっきり同じだなんて。待てよ、ちょっと変えちゃえ。このペンを使おう。まずは付箋にハートを描いてから色を塗ってと。この赤色完璧ね。可愛く見えるように影を加えて切り取ってからパーチメント紙にのせてテープを貼るの。シワが寄らないように伸ばしたらハサミで切り取るのよ。ハートの外側に余白を残してね。他のも作ったらノートに貼ろうっと。まずは石子から裏紙を剥がしてからノートに貼り付けるの。気に入っちゃった。ユニコーンより全然いい。ナオミ、元気？うわ、かわいいじゃん。でしょ？自分で作ったの。あれ？レクスイのと同じ？なんだか気まずい。決着をつけてやる。同じノートは2冊もいらないわ。ナオミに決めてもらおう。やだ。引っかかった。何よそれ、面白かったけど教室に行こう。ジュリー、俺の時計見てよ。へえ、すごいね。ああ、分かってる。かなり特別なんだ。私もあの時計欲しい。わかるよ。いい考えがある。紙を使おう。いいアイテム作れそう。紙をダイヤモンド型に切るよ。それから角を折り返す。そしたら切り落としてね。この部品はいらないから下の端を折って折り目を作るよ。それから上も同じようにする。そしたら真ん中で折るよ。また畳むんだ。端っこを持ってくるの。ほら、帯状になった。今度は青い紙を折り返したら正方形にする。次の工程にはハサミが必要だよ。角を切って丸くするよ。切りすぎないようにね。ちょっとだけ。これでいいかな。さあ飾らなきゃ。可愛くしたいじゃん。幸せそうな顔を描くよ。ウインクが可愛いね。じゃあ色を塗ろう。時計のディスプレイもね。顔の下に貼るよ。次はオレンジ色の紙を使うよ。顔をくっつけるんだ。これでおしまい。私の新しい時計。おー、ファッショナブル。早くお披露目したい。何？すごいいいぞ。もう一回見て。ジュリー、時間を間違えてるよ。恥ずかしい。僕のストラップはちょっときついな。緩めた方がいいね。おっと、やりすぎた。時計が壊れてる。レオ、どうしたの？モリーからの贈り物が。これあげるわ。うわお、本当に素敵だよ。まあどうすればいいんだ。泣かないで。これは気まずい。なんとかしなくちゃ。ああ、わかったよ。うまくいかない。ジュリー大丈夫？シャンプーの CM では簡単にやってたのに。私は大丈夫です。信じて。シュシュを切るの。こんな感じでこれを使うんだよ。じゃあレオの時計を預かります。シュシュの端っこに置いたら、そして針と板を使うよ。時計の留め具に通すよ。安全かどうか確認してね。もう壊れないように。時計のストラップになっちゃった。気に入るといいな。はいレオ。どうしたのジュリー。わお、僕の時計を直してくれたんだね。なんてことないわよ。すごいよ。ちょっと待って、君に渡したいものがあるんだ。僕なりの感謝の気持ちだよ。わ、本気で言ってるの？すごい素敵で、いただく。本当にありがとう。どういたしまして。髪型も素敵でしょ。こうするのも大変なのよ。授業に遅れずに済んだ。ちょっと待ってくれ。これは何なんだ。これ俺のじゃねえし。ジュリー、触らないでよ。おいおい、機嫌悪いな。何やってたんだっけ。ああそうだ、美人作り。毎日やってるよな。バカみたい。おっと、鏡を落としちゃった。拾った方がいいわね。ちょっと待って、面白くなってきた。私のブラシはどこ？ああ、これだ。やばい。動かない。取れなくなっちゃった。どうなってんの？力になれるかもしれない。チョキチョキ。とんでもない。おい、戻ってこい。いい君、全部片付けちゃおう。とても簡単だった。次回のために取っておくよ。ああ、本読まなきゃ。授業が始まる。パパ、ポニーが欲しいの。うわ、電話が繋がらない。ちょっと気をつけてよ。見てみなさいよ。本当に申し訳ない。拾いますから。わざとじゃないんだ。急いで。たくさん持っているね。いいこと思いついた。そこで待ってくれ。何するつもり？きっと気に入ると思うよ。3D ペンで問題解決。まずは携帯電話のケースに模様を描いてみる。今度は縦縞を入れる。これをずっと続けていくよ。完璧にしたいからね。編み目は小さめに、大きさは最初の半分くらいだ。今度はそれをつなぎ合わせる必要がある。サイドを強化するんだよ。3辺全部をつないでね。上の部分はそのままにしておくよ。終わったよ。ほら見て、全財産を収納できるよ。あ、忘れるところだった。クレジットカードもほら入る。見てみてよ。わお、かなり賢いね。ありがとうレオ。よかったよ。何か問題でも？携帯電話が使えないんだ。これを使って。私は使わない。マジで？いいのよ。気をつけて。うわ、結構滑るね。そうだ、わかった。ズボンちょうだい。どうやったんだ？見ててね。手直しが必要だから、そこから正方形のデニムを切るんだ。スマホケースより少し大きめに切ってね。私は素材にこだわるの。カメラの位置に穴を開ける。ほら簡単。これで仕事に取り掛かれる。デニムをケースにかぶせる。カメラの穴がマッチするようにね。じゃあ接着剤で固定するよ。折り目をつけないように。いい感じだよ。次はまた接着剤ね。ケースの底に小さな四角を作るよ。ちょうどいいサイズだと思う。その上にデニムをもう1枚置く。しっかり押さえてね。ファッショナブルなスマホケース。はい、あげる。すごい。かっこいい。安全でスタイリッシュじゃん。ねえ、ズボン返してよ。わかってるって。はい、返すよ。足寒くなっちゃったよ。よし、これでいい。携帯電話をポケットに入れ。なんで？ちょっと待って、なんだよこれ。ああ、大事な電話だ。もしもし、大統領、聞こえますか？うわ、恥ずかしい。でもケース作ってくれたし、それだけの価値はある。天気がいいな。わあ、すごい。ごい。このいちごすごくジューシー。りんご、いちご、ぶどう、どれも大好き。これこそが完璧なピクニックね。私にぴったり。美味しい果物、私も食べたい。ああ、お金がないんだった。最悪。待って、オレンジの木だ。甘くてジューシーなオレンジ。絶対に手に入れなきゃ。よし、木、こっちにちょうだい。思っていたより難しいかも。ちょっと考えなきゃ。私の身長はこのくらいで、木はこのくらい。ジャンプしよう。ああ、惜しい。うまくいかないな。ちょっと待って。これ使えるかも。ペットボトルの底に切り込みを入れるの。こうやって。ここに穴を開けたら、穴にロープを通す。全部同じように。あとはチューブにロープを通せば、オレンジのつかみ機の完成。やったー！ロープを引くとボトルが開く。オレンジいただき。わーい、ゲット。完璧。嬉しいなー。早く食べたい。皮をむいていただきまーす。これはもう必要ない。口の中においで。すごく美味しい。甘くてジューシー。一体何してるの？恥ずかしすぎる。一日が台無しね。ドレスが入るようにとって。ライブ、みんな誕生日プレゼント本当にありがとう。さすがスターですね。あ、箱から出すところ取ったっけ？まだです。アクション。すごくワクワクする。中身なんだろう。嘘。みんなこれ見て。すごいでしょ。試してみよう。いくよ。ほら見て、泡がたくさん。楽しい。あ、ちょっと目が。カットカット。へへへ、面白い。自分でシャボン玉作れないかな。わあ、これ使おう。もらい。つけるものが必要。待って、このストロー完璧。今日ゴミ出さなくてよかった。全部揃った。ストローは何個か用意するよ。すごくカラフル。輪ゴムを使って全部一つにまとめるの。メガストローみたいでしょ。ここで洗剤の登場。トレーに入れたら水をかける。ストローを水に浸すの。洗剤でコーティングするようにね。ドライヤーオン。大成功。この泡見て。しかも簡単に作れる。ストップ。ちょっと待って。パスいっちゃった。どうしよう。どうかしたのかい？ホームレスの僕に任せてごらん。車に乗ってくる。わあ、ほら乗って。この車段ボールで作ったの？もちろん新型モデルだよ。すごく速いんだ。捕まって。すごいでしょ。そよ風を感じるかい？うん、ありがとう。待って、私運転してもいい？もちろん。ドキドキする。運転初めてなの。なんだって。ブーン。ゆっくり。見て、到着。事故らなくてよかった。どうもありがとう。助かった。バイバイ。買い出しに行かなきゃ。いざゴミ箱へ。ブブー。お、来た来た。おはようございます。扉を開けますね。違う。どういうことですか？車乗りたくない。スケートボードはいかがですか？嘘でしょ。それではローラーブレード、これ見てください。ダサい。他に何か、あれにしましょう。そうこなくっちゃ。楽しそう。ナイスアイデア。見て。待ってください。じゃあね。最高の移動手段。今日の分の有酸素運動。そうよ、私よ。最高の気分。他にどう動くかな。最高。誰もが私を見てる。みんな大好きよ。はあ、楽しかった。また乗りたいな。授業に行かなきゃ。おお、すごい。未来の乗り物だ。宇宙人が置いていったのかな。ゲット。ダンボールの車はもういらない。お金持ちになった気分。ん？何の音？ハロー。ホームレスも使ってるの？じゃあ私いらない。スキンケア始めますね。もともとツルツルですけど。うん、知ってる。朝ってストレスがたまる。リラックスしてください。準備できました。今日はどうやって移動しますか？おすすめはこれです。嘘でしょ。絶対に嫌。これはいかがでしょう。電話するのでちょっと待ってくださいね。もしもし、助けてほしいの。うん、今すぐ。ヘリコプター？やった。私にふさわしいわ。あなた昇級よ。バイバイ。サニー様、待ってください。カバン忘れてますよ。ここで降ろして。違う場所に座ろうかな。何の音？助けて。落ち着いて。私よ。もう行っていいわ。髪の毛が乱れても美しいなんて、さすが私。で、今日は何するの？ありがとう。信じらんない。本当にお嬢様ね。終わった。席替え、真面目に考えよう。植物が。自撮りの時間よ。やったー、終わった。SNS をチェックしなきゃ。わお、いいパソコン。私のなんてお父様からのお下がりなのに。ああ、壊れてるし。貧乏なプリンセスって大変そう。こうすればいい？全然ダメ。そうだ、いいことを考えた。このフレームを使えば問題なしね。え、見て。わお、お金持ちでよかった。ありがとう、素敵なプレゼントね。え、なにこれ。でもこれあげる。行って、顔も見たくない。早く。ケーキどうぞ。そう、ありがとう。わお、ケーキからお金が出てきた。すごい、信じられない。え、お金が入ってたの？やった、これでお金持ちだ。ちょっと、ケーキがもう一つ。どこかに絶対あるはずない。それに手が汚くなっちゃった。ふう、トレーニング用のティアラ。シーンに合わせないとね。どうも、行っていいわ。きつい。プリンセス、いい感じだよ。有酸素運動には縄跳びね。よいしょ。スクワットは足腰を強くしてくれるの。体幹も鍛えないとね。はあ、暑い。水分補給も忘れずに。うん、おいしい。続けましょう。水の入ったバケツって重いわよね。よいしょっと。ああ、踏み台ないかな。筋肉痛になりそう。ゴミだらけ。ふう、いいトレーニングだった。筋肉もついてきた。うわー、なんだこれ。神秘の国への入り口かな。確かめる道はただ一つ。いいえ、キャンディーピンクじゃなくてベイビーピンクのトップスを注文したのよ。いくよ、あともうちょっとだから。ジャレット、ダメ、やめて。面白い。何してるのよ。ダメだって言ったでしょ。ずるいよ、絶対秘密の入り口なのに。泣かないで。ほらこれを見て、おいしいよ。ちょうだい。ふう、危なかった。あら、このキャップ使えるかも。サイズはぴったりだし、やってみましょう。このキャップがあと何個かいるわね。このコンセントに入れてキャップを回すの。これでいたずらっ子の指を守れるわ。私もリラックスできそうね。ええ、ベイビーブルー、いえ、ロイヤルブルーのトップスをお願いします。さあ、また入り口にトライしてみよう。あれ、おかしいな。退屈だな。もういいよ。うまくいったわ。他のコンセントも同じようにしなきゃね。幸せに暮らしましたとさ。でもまだ眠くないよ。ぐっすりおやすみ。もう行ったかな。まだ寝たくないよ。まだ遊びたいもん。このスライム大好き。伸びるしぐにゃぐにゃだし。あなたも遊んでみる？そうそう、食べちゃって。うんうん、私も食べるわ。あれ、もう朝なの？うわー、大変。髪どうしたの？スライムがくっついてる。ベタベタでぐちゃぐちゃじゃない。なんでなの？マディソン、どうしたの？お人形が。これは困ったね。しっかりくっついている。うん、これスライムかい？そうなの。話しなさい。家でスライムは禁止だって言っただろう。この子の髪どうしたらいいんだろうね。綺麗にするのは難しそうだ。洗っても落ちないよ。でもこうすればいいよ。剃っちゃうんだ。やめて。そんなのかわいそう。大丈夫、すぐ終わるよ。きっと似合うから。これなんだか楽しいな。わあ、頭が光っているみたいだよ。よし、できたよ。綺麗じゃないか。新しいヘアスタイルだよ。何言ってるの？最悪よ。いいアイデアだと思ったんだけど、だったらどうしたらいいのかな。あ、そうだ、いいことを思いついたぞ。この毛糸を使うんだ。次のステップでは針を使うよ。人形の頭に通して反対側から出すんだ。そして針を抜く。黄色の毛糸でも同じようにするよ。最初の毛糸の横に入れよう。ふさふさの髪になるまでこれを続けるんだ。こうやって、いい感じだね。虹色の素敵な髪になったよ。どうだい、マディソン？気に入ったわ。すごくカラフルね。ありがとう。パパって最高よ。うん、そうだよね。僕もお人形みたいなヘアスタイルにしようかな。おい、今日の授業はなんだ？今日は花を描きますよ。そんなの簡単だよ。ここからは私がお任せ。あなたは座ってゆっくりしてらして。花でしょ。こうかしら。うまい。もう少しよ。あとは仕上げだけ。しゃあ、これで終わり。どうかしら。お支払いは？ありがとう。こちらこそありがとうございます。わかった。段ボールで何でもできちゃう。自分だけの小さなイーゼル。いいじゃない。いいね。今すぐ A プラスくれてもいいんですよ。私のはどうですか？なんとまあ、素晴らしい出来だ。もう肌がくすんで見える。これじゃダメだ。正気を取り戻さなくちゃ。このブラシ、何が起こったの？何もないよりはマシかな。何もつかない。イライラする。もう。うわあ、やっちゃった。今のは何だ？よかった、居残りは免れた。私の髪が。ブラシはどっちにしても髪でできてるものね。今こそあなたの出番よ。やった。ここからは創造的になるところよ。ここからが正念場。ほらどうかな。ねえ、うわあ、それどうにかした方がいいかも。これ僕？なんだこの巨大なニキビ。どうしたらいいの？潰すなよ。ちょっといい？一瞬で済むからね。動かないでよ。ほらうまくいった。まずはこれで練習して。おう、失礼しますよ。うわ、なんでこんなに満足感があるんだろう。あれが僕の顔になるところだった。もしもし、僕だけのフェイシャルエステ最高だな。大事な僕のお顔はこうやって保護するのさ。とっても滑らか。あと必要なのはこれだけ。おお、綺麗に取れている。うまくいったかな。やっとニキビがなくなった。これは何？気持ち悪い。あっち行け。手作り料理に勝るものはないわね。隠し味はもちろん愛、そしてたくさんのハーブ。風味が増すの。いい香り。それしっかり混ぜて。ママ、なんかいい匂いがする。もしかしてあのパスタソース？そうよ。待って。嘘。遅刻しちゃう。行かなきゃ。でも夕飯は？そうだった。かき混ぜて焦がさないようにね。今何が起きたの？何かの冗談？難しくはないけどつまらない。あ、鼻くそ。ヨガでも練習するか。おー、いや、ネットショッピングでもしよう。これなんだろう。買ってみよう。あとは待つのみ。わあ、もう来た。お金使うの大好き。これがあればもう大丈夫。フライパンに入れたらあとは任せるだけ。ぐるぐる回ってる。指一本動かす必要ない。私って頭いい。リラックスしよう。料理って簡単ね。はあ、どれどれ。ただいまベティ。何してるの？何ってわからない？料理だよ。このロボットはお友達？味はどうかしら。わお、舌が喜んでる。でしょ？まるで未来を生きているようね。素晴らしいわ。この本、もっと絵があるのかと思ってた。宿題嫌い。はあ、もう無理。ちょっと休憩しよう。そうそう、これ。ベティ、この中、勉強進んでる？ちょっと待って。何をしているの？宿題は？代わりにビデオゲームなんて。もう終わり。ストップ。このゲーム楽しい。はあ？それちょうだい。ちょっと忙しいんだけど。ほら早く、本気よ。でもずるい。信じられない。くだらないゲームをやめさせる方法思いついたわ。スマホ用の刑務所。鍵をかけるの。鍵は私が持っておく。この中にね。絶対に取れないわ。宿題が終わったら返してあげる。はい。一体どうすればいいの？鍵開けられないかな。歯が折れるかもしれないけどその価値はある。はあ、何しているのかしら。ダメだ。わかった。今回はママの勝ち。宿題やるけど納得はしてないから。いい感じね。ほら頑張って。ああ、そうだ、思いついた。多分だけど 5+5 は10。ふう、疲れた。スマホ返してくれる？よくできました。鍵はここよ。頑張ったわね。スマホ取りなさい。約束したからね。ちょうだいちょうだい。会いたかった。二度と離れないでね。うわぁ、これは大変だ。全然わからない。ちょっと確認しよう。あ、見つからない。あ、あった。これこれ。やっぱりね。ってことは、わかった。簡単ね。答えは10。できた。信じられない。は？よかった、ここにいたのね。勉強してる？ママ、一つ解けたよ。は？はい、あげる。頑張ってるからね。え、嘘。そんなことしなくてもいいのに。ママ、これってもしかして携帯電話？本物？そうよ、嬉しい？やったー！世界一最高のプレゼント。よかった。じゃあまた後でね。待って、行かないで。自撮りしなきゃ。化粧前だけど。笑ってー。完璧にしなきゃいけないのに、プレゼントも探さなきゃ。この瓶使えるかも。見た目が悪い。待って、これは違う。じゃあ本はまな板。どれもダメだ。よく考えて。これはケーキを作るのいいかも。簡単そうだし。待って、これだ。美味しそう。仕事に取り掛からなきゃ。材料が必要。これでよし、ケーキの完成。あとは焼くだけ。わあ、私すごい。でも写真とは全然違う。なんでこんなことに。どうしよう。絞り袋とかないし、使えるものないかな。あ、ペットボトル。キャップを外せば使えるかも。少し手直しするよ。メスを使ってね。ボトルの縁に切り込みを入れる。小さな部分を取り除くの。こんな感じ。次はリンゴ。フロスティングに味がつくよ。キャップを閉めてカップケーキを仕上げる準備 OK。 ペットボトルを絞れば美味しいカップケーキの出来上がり。美味しそう。今すぐにでも食べたい。でも一つ足りないものがある。ろうそく。完成。ママ気に入ってくれるかな。あ、帽子は取っておこう。ママ、本を変えなくちゃ。ロッカーの中のものとね。開けるよ。あれ、なんで動かないの。もう開いてよ。あー、これは最悪。どいて。うまくいくと思ったのにね。え、開かないと困るんだけど。引っ張って。開いた。やっちゃった。エッシー。いやー、アレックス、どうしたの。気にしないで。ちょっと。おお、すごい。見ないで。ちょっと。そうそう、とにかく集中しなくちゃ。オッケー、完璧。まあ開いた。もう少しだ。手をきれいにしたら。すごい。何それ。一流のセキュリティだ。最高のものだけをね。最後は交際認証だ。そこまで必要なの。もちろん。見てよ、これ。飲み物をどうぞ。ありがとう。じゃあね。何今の。全然私と違うじゃない。もう自分のセキュリティは自分で守る。昔ながらのダクトテープでね。できた。1セントもかからなかった。またテスト。どうでもいいや。気にしないよ。やった。無料のガム。ミント味かな。ちょっときれいにしたらいけるかな。テストの準備はいいですか。カンニングはダメよ。わかったよ。全然準備できてないよ。絶対何もわからなそう。どうしよう。ねえ先生、もう終わりました。あら、もう終わったって。今行きますよ。ありがとう。何も答えてないじゃない。裏を見てください。お金。あらあら、あなたは利口ね。知ってるって。嘘でしょ。ちょっと待って、これがあった。賢いのが誰か見せてやる。あなたが見えないとでも。カンニングしてるわね。そうはさせない。違うんです。これは回収。もうああ、失敗しちゃった。どうしよう。紙、これだ。余分を作っておいてよかった。これなら誰にも疑われない。見て、何かしら。誰もカンニングはしてなさそうだけど。やあ先生、可愛いんだから。大丈夫そうだね。よし、急がないと。全部終わった。終わりました。よし、始めよう。徹夜で勉強したんだ。やってやる。勉強しなきゃダメなの？そんな美術の試験だと思ってた。これはまずいことになりそうだ。は、簡単すぎる。そうだね。ジュリーの答えを真似しよう。あ、何してんのよ。リラックスして。レオ、何してるんだ。ふざけるな。時間がないぞ。全然わかんねえ。お、見てみろ。これはチャンス。やっぱ携帯がなきゃね。おお、いい感じだ。やあハンサム。そうかな。待てよ、いいこと思いついた。これなら全然いける。俺って天才。ねえジュリー、自撮りしよう。ああ、わかった。可愛く撮ってね。ああ、そうだね。それでいいよ。うまくいった。拡大開始。これで答えは俺のものに。合格間違いなし。誰かから電話だ。ちょっとやめてよ。ここはどこ？君たち何してるんだ？私たち何でもないです。ああ、そうか。やあレオ、そろそろ授業の準備をしないと。うわ、すごい。嘘でしょ？ああ、重かった。まあ金はいくらあっても足りないな。トロフィーも。ああ、人生順調。私が持ってるのはノートだけだ。ペンも。待って、どこに置けばいいの？筆箱持っていないんだ。ここに置こうかな。しょうがないよね。忘れるところだった。最高級のシルクとゴールドでできてるんだ。なかなかいいでしょ。不公平すぎる。お、ちょっと待った。これってば一体。使えそうなアイテム。じゃ、注目だよ。テーブルの上に紙を置くよ。そして半分に折る。それから縦にする。今度はナイフが必要なの。縫い目に沿って慎重に切るよ。最後まで切ってね。これで2枚の短冊ができた。鉛筆を片隅に置いたら紙を巻くのに使うよ。こんな感じね。本当にタイトなチューブ状にしてね。最後を三角形に残したらそれに糊を塗る。これで巻けるでしょ。次にチューブを折るよ。真ん中で折ってね。ここも。そして最後にもう一つ。ダイヤモンドみたいにしたら両端を切り落とすよ。まっすぐに切ってね。ここをくっつけたら三角形になるはずだよ。違う色の画用紙でも作ろう。じゃ、次に行くよ。画用紙から三角形を切り取ったらその三角形のチューブを上に置く。ほら、星の形。三角形を積み重ねるよ。交互に色を変えるからね。レイヤーを重ねながら接着していくよ。これが最後だね。うわ、見てよ。完璧。ここに置いておこう。いいペン立てができちゃった。機能的だしね。これで机が散らかることもない。どう思うレオ？うわ、すごいじゃん。でも金ないの？え、なんだ。おい、穴開いてんじゃないか。ああ、最悪だよ。作ってくれる？お願い。嘘でしょ。嫌よ。ほら、お願い。嫌だ、自分でやって。ち、なんだよ。じゃあこれは？うん、それじゃあ OK。 そんな風に言うならどれどれ何か使えるものがあるはず。なんでこんなの入ってんの？他にはどうかな。え、これはなんだ？そうだ、いいこと思いついた。布を平らにしたら接着剤を垂らすよ。模様っぽくするの。これを布全体にやるんだ。こんな感じ。布の真ん中を横切るよ。今度はポンポンをくっつけよう。カラフルにしたいじゃん。接着剤が乾くのを待ったら布を裏返す。次は紐を用意して布の底に置くよ。紐の上にグルーの線を引くんだ。まっすぐに塗ってくよ。紐の上に布を巻いたらグルーの上に押し付ける。次に紐の両脇にグルーを垂らしてポンポンをつける。今度は布の端にグルーを塗る。片側だけだよ。布を半分に折ってね。きちんと端を合わせてね。今度はそれを押さえる。まだまだこれから。薄いフォームペーパーをこんな風に切ったら定規を斜めに当てるよ。そしてペンで線を引く。均等な間隔にしてね。一方向が終わったら反対側も同じようにするよ。フォームをこうやって巻いてプラスチックのコップに入れるよ。またグルーガンの出番。縁のすぐ下にグルーを塗るよ。カップを回せば簡単。布を用意してコップの中に入れよう。見て、アイスクリームみたい。うわー、すごいじゃん。俺のでしょ？もちろん。うわー、こんな素敵なの見たことないよ。はい、全部あげるよ。ああ、わかった、ありがとう。やった、いただき。大当たりだー。俺もそう思う。最高だよ。わお、お金持ちだ。ゾフィア、ああ、ここに行った。いいもの持ってきたの。ママ、どうしたの？気に入ってくれるかな？遊園地のチケット。うそ！ママ、やった！ご褒美よ。楽しみ！すごい！何してるんですか？他のお客さんが怖がってるんですけど。でも、チケット持ってるよ。チケット？もう少しだけね。お願い。あと5分だけですよ。吐かないでよ。わーい。今日も快晴。乗馬に最高の天気ね。準備はできた？動かないでね。今から乗るよ。ゆっくり上品に。練習通りに歩いてね。今日は最高な一日。リラックスできる。スタッフはどこ？呼びましたか？休憩ですね。お腹空いてますか？飲み物とお菓子持ってきましたよ。あ、危なかった。はい、お嬢様。やっと来た。何にしようかな。コーラにしよう。馬が怖がるから向こうに行って。もちろんです。おいしい。今度は写真撮って。今日も美しいですよ。こっちの角度からも撮りますね。私はどの角度からでも綺麗なの。ポーズも練習したんだ。やっぱり素敵です。馬を抱きしめてみてください。自然体ですね。もういいわ、投稿して。はあ、またパパラッチ。いつもついてくるんだから、宇宙くらい普通の人みたいに行かせてよ。まったくもう。パパが新しいロケットを買ってくれたの。前のロケットはデザインが古いからね。スパがついてないってどういうこと？どうやって運転するんだろう。わあ、すごい。静かで平和。お楽しみの時間。あれ、どうやって止まるんだっけ？だいぶ慣れてきた。一人になる時間って大切。ダンスの練習もできる。ああ、クラクラしてきたけど最高。一日中やってられる。自撮りタイム。友達に自慢しなきゃ。宇宙人のペットもいいかも。そうだ、いいこと考えた。こうやって歯を磨いてみよう。歯医者さんに褒められるかな。うわ、なんて日だ。やっと一息つける。あ、やることリスト 1、 部屋の片付け。それから宿題。マジかよ。終わらせるか。かなり時間がかかるぞ。2つ目から始めようかな。宿題もやだ。他にやることは？おお、プリン元気か？学校にいればよかった。お母さん。あら、おかえり。これ使ってね。ああ、ありがとう。やることリスト分かってるわね。分かったよ。ああ、はあ、ゲームやりたいのに自由時間が欲しいな。先にやっちゃうか。ちょっと楽しまなきゃ。リアム、どこまで終わったの？ああ、もう犬のうんちまで片付けさせなきゃ。簡単なのに全然やってないし。そうだ、ポップイットを使ってリストを楽しくしてあげよう。ちょっと待ってて。まずはポップイットを1列切り取ってからリストを用意。次はハイライターの先端に2色のペンをつけて色を混ぜるの。カラフルなペンの出来上がり。ほらね。よし、できた。リアムに見せなきゃ。あ、まだ寝てる。ドアに貼っておこう。静かにしなきゃ。よく寝てるけどこれで起きるはずよ。あ、なんだ？何かが違うぞ。どれどれ。あ、これ楽しそう。部屋は片付けるんだな。まめに掃除しなきゃな。あ、知らなかった。げえ、気持ち悪い。散歩も終了。これで押せるぞ。全部終わった。お母さん、何？うわあ、綺麗になってる。床に何一つない。いい子ね。うわ、これ以上待てないよ。大丈夫？じゃない。いい点取れたかな。見て見て、 A プラスだったよ。できると思ってたぞ。よくやったわね。うちで一番頭がいいな。ヒーロー扱いだ。あ、来る。よし、今から返すぞ。いい点だといいけど。緊張して吐きそう。意外な結果だったな。はい、リクシー、これはリアムのだ。見るのが怖いな。先に見て。ただのテストだもんね。うわ、やったー！ A プラスだ。信じられない。突然自信なくなった。見てみるか。一体どうなるかな。え、マジ？めっちゃ勉強したのになんで F なんだよ。最悪だ。パパもママもがっかりしちゃうよ。 F だと？うちの子じゃないわ。この家から出てけ。落ちこぼれはいらん。っていうのは大げさか。ホームレスにはなりたくない。どうしよう。なんだ？上、古いガムだ。気持ち悪い。嫌なことばっかり。待てよ、成績を変えられるかも。試してみよう。このペンとグルーガンを使おう。ペンの蓋の部分にグルーを塗るんだ。厚めに塗らないと。これでよし。これを成績の部分に押し付ける。ギュッと押すんだ。待てよ、誰も見てないよな。ゆっくりペンを持ち上げたら F が消えた。おお、簡単。赤いペンを使って、リアルな A プラスを書いちゃえ。グルーの後に丸を書いてっと。これで誰にもバレない。天才じゃん。勉強なんてしなくていいし、ガム食べちゃおうっと。ミント味、家で見せよっと。今日の数学のテストは難しいぞ。難問揃いだ。一生懸命勉強したから平気。ああ、学校って最悪。スケボーやってた方がいいわ。げ、ガリ弁。ド派手。テスト大丈夫？頑張ってね。よーし、テスト開始。始まった。意外と難しい。テストごときにおろおろしてんの？簡単じゃない。準備してれば平気。答えはここにあるから。勉強せずにカンニングすればいいじゃん。こんなの絶対わからないもん。いい点が取れそう。さて、始めよう。みんなカンニングすればいいのに。やばい、わからない。カンニングしちゃダメよ。静かにして。テストに集中すれば。そんなの卑怯よ。あ、そうだ。あ、ペンが落ちたよ。なんで落とすのよ。ペンが滑っちゃって。次は許さないから。時間がないのに急がなきゃ。思い知らせてやる。子供みたいなことして。ちょっと何するのよ。ズルするからよ。じゃあメガネもらっておくから。やめてよ。これじゃ何も見えない。もう一つ持ってるから大丈夫。意地悪しないで。なんなのそれ。どうしようかな。これじゃ答えが見えない。待てよ、やっぱりダメか。もしかしたらいいこと考えた。レンズを赤く塗ればうまくいくかも。よし、試してみよう。これを通してみれば答えが現れる。まるで魔法ね。サングラスみたいでしょ。テスト終わらせなきゃ。え、何これ。ねえレクシー、読んでよ。マジで何かしら。早く見たいわ。もうマイルズったらお世辞が上手ね。まあ本当のことだから後で遊ぼう。学校では小さなことで悩みたくないよね。学校生活を楽にする便利なライフハックを試してみてね。コメント欄でどれが気に入ったか教えて。この動画をお友達と共有してチャンネル登録もよろしく。